種火の守り手のおかげで。待ってたよ、グライブ。今回は本当に助かった。届け物どころか、アカシア退治までやらせちまって。当然のことをしたまでだ。なら、ここまでしてもらった分の礼をするのも当然だ。さあ、受け取っておくれ。ありがとう。いただくよ。イーストプールは新たな村として歩み始めた。これからはきっと彼らも自分の力で生きていける。ああ、マーサのおかげだ。ベアラーが自分たちで考えて自分たちで動く。うちの宿場やあんたの隠れ家と同じさ。私らにとってみればこれもまた当然のことだろう。それにしてもああやってベアラーが立ち上がる姿を見てるとシドとの出会いを思い出すよ。まったく最悪な出会いだったってのに。興味深いな。聞かせてくれないか。私はシドに会う前からベアラーを保護してた。一人でできる些細なもんだったけど、そんなある日、あいつが乗り込んできたんだよ。この宿がベアラーの密売場所になってるだなんて因縁をつけてきやがってさ。まあこそこそとベアラーをかくまう宿なんざ、はために怪しく見えるのも仕方ない。いろいろあって誤解は解けたんだけど、シドは最後にこう言った。かくまってるだけじゃベアラーは自立しないって。だけど私も私で信念を持ってベアラーをかくまっていたからね。ムキになっちまって後先考えずに突っかかったよ。そしたら宿場中に響くほどの大喧嘩。でもそんな態度が気に入られちまったのかね。そうこうしてるうちに私もシドの思いに共感して互いに協力し合うようになったんだ。あんたたちらしいよ。シドは自分の力でベアラーの不遇を変えようとした。かつてのエルウィン様もベアラーに対する意識を変えようと尽力なされてた。どちらも強い意志だったろう。だが意志の強さは時として自らに壁を作る。それが大きくなるほどことを成就させることも難しくなっていく。それでも俺たちはその意志を継いだ。そうさ、志半ばで倒れたとしても思いを継いでくれる人がきっといる。だからクライブ、安心して進んでいいんだ。まっすぐまっすぐ進んでおいき。やってみるさ。さてと、信念を貫くにも意志を継ぐにも何かをなすには腹が減る。まずは今日村を守ってくれたみんなにうまい飯でも振る舞ってあげなきゃね。そうしてくれ。帰ってきたと思ったら、ジョシュア、具合はどうだ。もう大丈夫じゃないわ。
いくら外傷が消えても体は疲弊したままなのよ。召喚獣オーディンが相手だったんだ。全力じゃないと戦えないよ。でも歯が立たなかった。今生きてるのだってやつに手心を加えられたからに過ぎない。ジョシュ、悔しいよ。同じドミナントなのにこうも力の差を見せつけられるとね。ごめん兄さん、気弱になってる場合じゃなかった。原初のくさびが人を明石屋にするのなら少しでも早く手を打たなきゃ。それにきっと彼もどこかで戦っていると思うから。ここは。あ、待ってて。どうぞ飲んで。して明かりを船に乗せて御霊を隔離用にお送りしているんです。亡くなったおばあちゃんがそう言ってました。世界を蝕む悪しき存在、私もまたある手間の手駒にされたわけか。いや違うな、つけ入られたのは私。これは全て私の罪だ。この罪を償わねば。怪我の具合は良さそうね。私の薬よく効いたでしょ。薬売りか。売り上げはあんまりだけど、毎日の食事はなんとか。すまぬ、今は手持ちが。いいえ、困った時はお互い様。ああ世話になった。恩は必ず返す。気をつけていってらっしゃいお兄さん。
フェニックス、今こそ我が翼を預けよう。ルサージュ卿、無事だといいが。兄さん、すぐにでも灰の大陸へ向かうんだろう。そのつもりだ。なら支度を急がないとね。どこに行こうが止めやしないけど、薬だけは欠かさず飲むこと。若様、いいわね。分かってるよ先生。話は終わったの？ミド、灰の大陸へはどれくらいかかる？エンタープライズの足なら数日ってところさ。ナルディア海域の詳しい海図をバイロンに用意してもらったからな。ただどこにつけるかが問題だ。そうね。灰の大陸にはウォールド王国がある。停泊しているエンタープライズを狙われたらひとたまりもない。となるとビビアンからウォールドの動きを聞いておいた方がいいな。大先生のところへ行くの？私も行く。その間僕は語り部と会ってくる。アルテマのことで聞きたいことがあるんだ。私も支度を始めておくわ。いろいろ必要になるでしょうから。若様、相当無茶してるわ。気をつけてあげて。分かってるさ。この前は褒めてくれたのに。やあクライブ、待っていたよ。この娘を引き取りに来てくれたのだろう。いや、ウォールードのことを聞こうかと。まさか君もその話だったのか。ドレイクスパインを破壊するため灰の大陸へ向かう。改めて状況を把握しておきたくてな。ウォールードの奴らにエンタープライズを攻撃されたら困るんだ。伝えたはずだぞ。あの国の行動はなかなか表に出ないと。それに輪をかけて灰の大陸のことは知られてないのだ。何せウォールードが建国されてからというもの、まともな国交がないのだから。今の状況下における沿岸の警備網など分かろうはずがない。それでもここで一番詳しいのはお前だ。知恵を貸してくれ。大先生、お願い。わかったわかった、そこまで言うなら教えてやる。それではウォールード王国について特別講義といこう。この国を知るには建国の英雄にして不老の王バルナバス・ザルムという男について語らねばなるまい。バリス・ゼアの外大陸からやってきた流れ者の彼は、若くして灰の大陸の諸部族を見事にまとめ上げると、当時最強の呼び声高かったベルダーマルク王国を一夜のうちに滅ぼした。この歴史的事件により、バルナバス・ザルムの名と召喚獣オーディンの圧倒的な力は世に広く轟くこととなる。それが大陸歴843年のこと。バルナバスがウォールードの王となり、老いることなく玉座を守り続けて早40年。近頃の静観ぶりからかの英雄もついに戦に会いたかと思えば、一変してこたびの大攻勢だ。
機関アインヘリアルを持ち出すと大軍を率いて勢力を展開し始めた。ドレイクファングにオーク族を送り込み、カンベルをアカシアに蹂躙させる。その進軍目的はもはや資源収奪とも領土拡大とも言い難い。それでもなおバルナバス王の指揮で行われた進軍だとすれば、一つだけ確かなことがある。オーク族もアカシアもウォールド王国にとってもはや敵対勢力ではないということ。君たちが乗り込もうとしている場所はそんな得体の知れない奴らの本拠地なのさ。灰の大陸は黒の一帯の侵食が進み、数えるほどしかない寄港地は警戒が厳重。それどころか沿岸部の多くが海流の影響を強く受けている。波の帆船では近づくことすらできないだろう。だがそんな状況の中でも我らがエンタープライズは一度たどり着いた。そう、打ち捨てられた黒い砂の渚、静かなる影の海岸にね。君たちからの報告を聞くに、ここ以外の上陸場所は思いつかん。どうだミド、もう一度あの海岸につけられるか。潮の流れが速くてちょいと厄介だけど、うん、なんとかしてみせる。任せたぞ。ありがとうビビアン、助かったよ。今回の講義代は灰の大陸での君の見聞で手を打とう。高額のためにも戻ったらぜひ聞かせてくれ。ああ、わかった。ミド、みんなをラウンジに集めてくれるか。作戦会議だ。俺は書庫へ行ってジョシュアを呼んでくる。はいよ。何の用かな。灰の大陸、来てくれたんですね。こちらがあなた宛てに届いた品です。はい、どうぞ。また来てくださいね。このままでは少し何かご用でしょうか。浮かない顔をしているな、ヨーテ。何か悩みがあるなら話してくれ。あ、クライブ様。クライブ様にはご相談した方が良さそうですね。実はジョシュア様の体の具合が優れないのです。胸の石化による痛みが日に日に増しているようでして。それは心配だ。薬を飲めば症状は和らぐのですが、問題はその薬なのです。というと？あの傷にはベアラーの石化で用いるような痛み止めが効きません。そのため教団やタルヤと協力してジョシュア様に合わせた薬を作っています。材料が希少ゆえ作れる数にも限りがあるのですが、最近は薬を飲まれる頻度も増えています。このままでは薬も材料も尽きてしまうでしょう。ジョシュア様の痛みを和らげることすらできなくなってしまうのです。どうかクライブ様、薬の材料集めにお力を貸していただけないでしょうか。ああ、力になろう。感謝いたします、クライブ様。それで薬の材料とは？ストナ草と呼ばれる薬草です。エーテルの濃い場所のみで育つと言われ、
かつてはロザリアの水道橋付近で採取していました。ですが、あの辺りも今ではエーテルだまりの中、取ることもままなりません。他に自生しているところがあればよいのですが。ストナソウはまだ水道橋付近に生えてるんだな。ええ、確認しています。ならば俺が行こう。クライブ様、希少な材料なんだろう。下手に探すより取れるところで取った方がいい。それにドミナントの俺ならエーテルだまりにも耐えられる。承知しました。それではお願いいたします。ストナソウはシンクの色が特徴です。水道橋のあたりを探せば見つけられるかと。それではクライブ様、どうかお気をつけて。頼んだぞ。よっ。行くぞ。ありがとう、アンブロシア。
違う。よし、行こう。はっ。ヨーテが言っていたのはこの辺り。早速ストラソーを探してみよう。ストラソーを探すのはこいつらを倒してからだ。Oh.
これに違いない。できる限り取っておくとしよう。ところか、隠れ家に戻ってヨーテに渡そう。来たと思ったら、みんなボロ。ヨーテ、ストナソーを取ってきた。足りるといいが。クライブ様、ありがとうございます。これほどあれば当面は持つでしょう。そうか、よかったよ。やはりお二人はよく似ていらっしゃいますね。恩義の危うさも厭わず、人のために尽くされる。そういう兄弟なんだ。いろいろと心配をかけるな。いえ、クライブ様、どうか恩義お大事に。人は生きてこそのものですから。ああ、分かってるさ。海が割れるなんて。おかしいな。いや、クライブ、さあ見ていきな。いい選択だ。持ってきな。いい選択だ。じゃあね。最近の食事はどれもいい。ようクライブ、何を作る？また来いよ。
さか、そんな。兄さん、いいところに興味深いことが分かったよ。以前アルテマを神と見立て、いくつかの宗教を調べたことがあった。その中の一つがジョシア君が追っているものと一致してな。僕と不死鳥教団はフェニックスゲートの地下、典型の間に合った壁画を頼りにアルテマを調べていた。でも壁画が描かれた背景まではつかみきれてなかったんだ。それが今、語り部のおかげで見事につながったというわけさ。マザークリスタルを祭り、かの者を神と崇める信仰、その名はマリアス教。かつて古代パリスゼア全土に広まり、鉄王国の国教クリスタル聖教の源流ともなった。記録に残る最古の宗教だ。バリスゼア全土、つまり灰の大陸にも。灰の大陸には古い城や砦が残ってると聞いたことがある。もしかしたらあの壁画が欠けることなく残っているかもしれない。どうしても行かなきゃならない理由ができたよ。歴史はこうやって紡がれていくか。所在の知れなかった我がシモースの筆録、ジョシア君の手元にあったのは驚いたが、その筆録のおかげで一つの真実にたどり着くことができた。これからもどうか大事にしておくれ。ええ、大切にします。ジョシア、灰の大陸へ向かう手はずが整った。話をしたい。ラウンジまで来てくれ。わかった、兄さん。おかげで黒もエンタープライズに乗ってみたいな。遅くなったね。これからウォールードの王都ストーンヒルへ向かい、ドレイクスパインを破壊する。まずは影の海岸に上陸、そこから陸路でストーンヒルを目指す。灰の大陸は未知の領域、それに状況からウォールード王国そのものがアルテマの支配下であると考えられる。そのため上陸は最低限の人数で行く。俺とジョシュア、それとガブ、同行してくれ。石膏としてのお前の腕が必要だ。ああ、任せろ。後でビビアンのところへ行って地図を確認しておく。ミド、エンタープライズは俺たちを降ろした後、周辺の海域で待機していてくれ。ただし危険になったらすぐに船を出してそこから離れろ。半分了解、半分拒否。全員乗せるまで絶対引き上げないからな。ジル、君にはミドたちの護衛を頼みたい。ええ、分かったわ。エンタープライズのみんなを守ってみせる。あなたたちが戻って来られるようにね。ジル、君は。みんなそれぞれ支度を。クライブ、お前も支度が済んだら出かける前に一声かけてくれ。ああ、分かった。灰の大陸に行けばあの壁画の全貌がわかるかもしれない。なんとかアルテマの正体を。